はい、黄金世代の鼓動でございます。今日なんですけれども2個ありまして、1つはお知らせ。お知らせこうやって見るんですよね。お知らせが来てまして、ドリコレのお知らせが来てましたね。ドリコレ、はい、ついに葵くん、また葵くんか、ドリコレの葵くんまたかっていうところと、ついにナイジェリアの選手、ついにアフリカの選手が来ましたね。はい、非常にユーティリティ高い選手で、 OMF、DMF、ディフェンダーとフォワードもできるのかな、本来ね、原作の方はどこでもできる選手が来ましたね。はい、一応ワールドユースの年齢の選手です。で、葵くんと同じチームにいて、基本的にはダブルボランチを葵くんと、2人で形成しているような感じですね。はい、まあ、必殺技に関しては、何がつくんだろうな、ちょっとわからないんですけど、葵に関しては実はこれ、原作の方は自分は超おすすめの、多分これ2巻しか出てない限定の原作だと思うんですけど、非イズル国のジョカトーレっていう、漫画がありまして、これキャプツバのスピンオフみたいな感じなのかな。翼がほとんど出てこないんですよ。ヒューガ君と葵の、セリエ C の、昇格戦ですね。勝った方がもう昇格確定で、負け、葵くんのチームは負けちゃうと、昇格できないみたいな感じなんですけど、最終的なところはネタバレになっちゃうので原作を読んでいただければなと思うんですが、ここでヒューガくんはワイルドタイガーショット、ジャンピング、ワイルド、ジャンピング、ワイルドジャンピングタイガーショットだっけな。はい、で、とにかくとにかくとにかくヒューガ君はワイルドタイガーショットっていうのを、欧州に行って打つようになるので、その辺がおそらく自分の予想だと490の天然低燃費シュートとかが今後出てくるんじゃないかなと。まあ、500の低燃費ではないかな、500の低燃費かもしれないですね。はい、で、葵くんに関してはこの原作上では今直角フェイントっていうのがあると思うんですけども、直角フェイントではなくて、直角フェイントよりもさらに鋭角に切り込んだ、なんだろう、なんて読むんだろう、あれいつも原作読んでて読めないですけど、80度フェイントっていうのがあるんですよ。90度を超えた80度フェイントっていうのが出てくるので、もしかしたら A 技か S 技でドリブルがすごい強い、直角トルネードフェイントよりも強いドリブルがつくか、低空ロベッシャータみたいのを、入れるんですよね。なのでもしかしたらついに S のロベッシャータ技がつくかなと。ただ、原作上のポジションは DMF なので、ステが非常に、どういう風になるのかなと思ってます。はい、その辺がねちょっと楽しみなのと、自分は結構このキャラ、知らない人多いと思うんですけども、原作読んでいただければ、この、非イズル国のジョカトーレっていうのが出てますので、非常にヒューガ君とか葵君とか、まあ葵君自体は、インテルから昇格できなかったんですよね。インテルからヘルナンデスは昇格できたんですけど、葵くん昇格できなくて、困ってたところで、セリエ C に行けたというところで、セリエ C のその監督っていうのが確か、アジア系の方なのかな、アジア系の監督でたまたま行けたような感じだったと思います。確かね、記憶が確かならば。はい、というわけでこのドリコレね、どんな性能がついてるのか、洗剤がついてるのか、ちょっと楽しみにしたいなと思います。はい、自分はね、流れ的には翼が来るんじゃないかなと思ってたんですけど、翼ではなかったので、南米の翼が来るかなと思ったら欧州クラブ推しなのかなというところで、欧州クラブね、結構今いろいろキャラ出てくる来てるので、ちょっと楽しみだなと思います。はい、で、若林が今回即欧州クラブの 17% みたいな8人のねやつ来てるので、もしかしたらこの2人が力と技のとか、欧州クラブ 17% のチームスキルを持ってるかもしれないので、今後欧州クラブもますます、チームスキルが 51% 組めた状態で欧州クラブが組めて、属性で固めるようなキャラ数が増えていくのかなと思いました。で、この、ずっと原作の話をしてるんですけど、この原作ではゴッザーさんすごい活躍してるんで、本当に面白いので、ぜひ読んだことない方とかは読んでみていただけると面白いんじゃないかなと思います。はい
で続いてですね、今日はあんまり、3つかもう1個ありますね。はい、今オンライン対戦でちょっとまだ自分はそんなにやったことないんですけど、クイックマッチっていうのがあんまり機能してないんじゃないかなと。これ募集したら来てくれるのかな、選べるんですよね。そうね、選べるようになってて2個しか選べないんですけど、クイックマッチっていうのがあって、まあ、募集取り消しちゃいますね今ね。もう1個が、今、これは多分 K 君が今グループマッチ募集見ていいのか、開いて大丈夫だと思うんですけど、K 君の方が、K 君のグループに入れさせていただいてるんですが、結局は会話ができないので、結局ツイッターとかでグルチャになってしまっていて、試合の感想とか、まあ、コミュニケーションが取れないので、できればこのグループマッチのグループ上に掲示板があるとコミュニケーションを深めてより楽しくなるんじゃないかなと思いました。また今レギュレーションの設定が事前設定なんですよね。もう無制限のガチだけなんだぞみたいな感じなんですけど、グルチャーをやってる感じだとやっぱりそのランクまでできないこと、ランクマだと結構ガチガチになっちゃうんで、まあ自分はもう負けてもいいんで楽しめればいいかなと思って入れさせていただいてるんで、結構遊びできりゃいっちゃってるんですけど、レギュラーちょっとお試し、せっかくコミュニケーション取れるようになってるので、お試しで、レギュレーション付きでちょっとやらせてもらえませんかとか相談をしながら、連盟の以外の人たちと、試合ができるっていうものができれば、まあ作ればいいんですけど、これ問題なのがグループ離れ、1回大会1回抜けちゃうと、そこのグループ埋まっちゃうと、そのグループにまた入り直せないかったりとか、グループが1個しか所属できないので複数所属できないのが意外とやってると不便だなと思いました。はい、まあね、面白いは面白い機能なのでいいかなと。で結構ポイント勝敗に関係ないランダムマッチとかで最近のお気に入りはこれです。最近のお気に入りは、あ、クラブパ、あ、これじゃないな、すいません、クラブだとやっぱクラブパ今回、クラブパでもうちょっとブラボとか振ろうかなと思ったんですけど、やっぱりやってみるとこの子だと入っちゃうんですよね。何試合もやりましたけど、この子が取れるシュートっていうのがもう本当に限られちゃうんで、今は即応酬の団結を使いながら、まあちょっと応酬クラブ寄せにして楽しんでるような形ですかね。まあはい、せっかく取ったねゲルトカイザーとかも遊べるので非常にいいんじゃないかなと思ってるんですけども、こういうちょっとそのセカンドサードデッキとかずっとガチパーでやったらランクマで良くなっちゃうので、いろんなことが試せたりとかできる環境が、まあこういうランダムマッチとかであるので、ランダムマッチ今日ね、非常にお相手の方、今日たまたまランダムパッ、ま、マッチで即応酬とかでちょっと試したいなと思ってやってたんですけども、お相手の方も中学生パで多分今悩んでるような感じなのかな、テストデッキだとは思うんですけども、非常にその強いデッキの方で楽しく試合させていただいたんですけど、たまにはね、たまにランダムマッチでフル勝ちの人とか出てくるんでボコボコになっちゃうんですけど、まあ、そういう風にこう今オンライン対戦でこうランクマ、まあランクマやったりとかグループマッチとかフレンドリーマッチ、ジュライドリやってクイックマッチと、あとランダムマッチがあったりするので面白いんじゃないかなと。でクイックマッチは実はキャラ限られてるんで、クイックマッチの大会とかやったら面白そう。クイックマッチの大会とかも超面白くないのかな。ちょっとクイックマッチ自体はやったことないんで、まだ一回も人とやったことないんですけど、クイックマッチの大会やったらキャラが限定されてるから、本当に運と PS のこの2つですよね。
ブラボーとか関係ないですからね、運と PS の戦いになるので、これはちょっと面白いんじゃないかなと。こういう大会があっても、まあ、最近、ね、オフラインの大会とか多いので多いんじゃないかなと思います。はい、ちょっとね、最近新しく更新された機能の所感と、まあ、グループマッチに関してはコミュニケーションが取れるようになればいいなというのと、そのグループ内でレギュレーションが設定できると、もっといろいろせっかく出会えた人たちといろいろできるんで面白くなるんじゃないかなと思いました。はい、そしてもう一個が、非常に昨日のトーマさんの配信で、まあ、企画会議とか、まあ、ちょっとした会議っていうほどの会議でもないんですけど、まあ、ちょっと企画をいろいろ話してまして、トーマさんの即今ちょっと厳しいというか環境不遇なんで、即のその頑張ってやってるやつとか面白いんじゃないみたいな話をしたら、それやってみましょうかみたいな感じで始まったんですけども、非常にいろんな、グッドボタンいただいてありがとうございます。まあ、共感していただけてるのかなと思いまして、一時だと思うんですけどね、今力2本がいいとか言ってるとあるんですけど、技2本がいい時もありましたし、ただ今このサイクルが非常に短いっていうのも事実なので、ちょっと待ってると、いろんなね、ただ長期間不遇な時もあると思うので、その辺がケアされてまんべんなくいけばいいなとは思うんですけど、今まあアフリカっていうジャンルが出てきたので、おこちょとかもね今後出てくるのかな。ただアフリカのキャラそんなにないので、ナイジェリアの選手が、ボバングだけ出ても、国籍ナイジェリアでクラブだから、クラブ限定でしか使えないですよね、きっとね。もしくは属性限定とかなっちゃうんで、まあ、どういう風になるかなと。そして今回はピックアップがこの2体プラス誰が来るのか、本当にこの2体だけだったら、今回前回が 0.47 だっけ、 5% の 0.47 って3、まあ、SSR が欲しい前提だったらあれですけど、何、多分せっかくだったらクラブ推しにしてほしいですよね。青いダブルで来てほしいとかあると思うんですけど、今回ね、なぜかミニドリコレがないっていうので、0.45 か 0. いつも、まあ、いつも 0.42 なので、まあね、3.3 回に1回くらい、このキャラが出るというところで、今回も 0. まあもう 1% でいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、売り上げも開示されてたりするので、やっぱりモチベが上がるガチャとキャラが取れても強いわけじゃないっていうのは多分皆さん分かってると思う時代の中で、まあ売り上げも欲しいとは思うんですけど、キャラが取れてから結局ブラボと技どれくらいくっつけれるかみたいな感じなのかな。今回葵くんが引く気の S ついたら、葵くんのあっちの18代表の方に移植する人も結構いる、自分も多分移植しちゃうかもしれないですね。まあ、シュート次第ですけど、はい、どんな、ね、技がつくかっていうのをちょっと楽しみに待ちたいなと思います。はい、というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらトーマさんの企画応援してください。それではまた。